こっちまで持ってきてよ。持っておいで。持っておいで。もうちょい持っておいで。持っておいで。はい、ウニ早く早く持っておいで。どうしたの、もう終わり？持っておいで。ウニ、もうひよこちゃんで遊ぶの終わり？首かしげてかわいいね。遊ぶの終わり？じゃあご飯にしよっか。朝ご飯にしよっか。ウニかわいい。ただその前にウニさ、今日何の日かわかる？今日何の日かわかる？ん？って顔してるね。あー、歯が出てかわいい。あ、珍しくこれ上の歯が出てんのかな？ね。今日1月6日はウニの2歳の誕生日です。ウニ、ハッピーバースデー！ハッピーバースデー！なんのこっちゃだね、ウニ。とにかくめでたい日なんだよ。今日は、まあ朝ごはんはね、普通のドッグフードなんですけども、夜ごはんにウニにはごちそうを用意してますので、夜ね、ウニ楽しみにしててね。かわいいティアラつけました。ちょっと待って。はい。で、こちらが今日のウニのディナーです。誕生日のディナーですね。ちょっと豪勢になってます。で、手前の、このソテーが、江戸鹿のソテーみたいです。で、こちらがミートローフなんですけども、チキンのミートローフに、それからさつまいもと人参、茹でたやつ。あとブロッコリーか。で、こちらが、ケーキみたいになってたんですけども、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃって、これが、ポテトと、それから、ごめんね、ウニ、もうちょい待ってね。ポテトと、あとね、馬肉が入ってるみたいです。で、スープまでついていて、これサムゲタン、チキンもちゃんと入ってますね。ウニ、今日誕生日だからだよ、こんな豪勢なのは。ね。じゃ、ご飯にしよう。ちょっとね、お水乗らなかったんで、お水だけ下になってます。ウニ、誕生日おめでとう。よし。うわ、すごいね。ゆっくり食べてください。すごいね、ウニさん。もう、せっかくのティアラが。まあ、しょうがないか。あ、美味しい。サムゲタンで美味しいね。まずる、汚れるね、これね。あ、すごい。よかった、ウニ。まだちょっと残ってるよ。何その、何今見た、こっち。あ、ゲップした。もうお腹いっぱい。かわいいな、もうウニ、かわいいな、もう。もうもうごちそうさまでいいかな、ウニ。ちょっとお水飲もう。お水、はい、お水どうぞ。はい、飲んでください。生食って水分があるから、そんなにお水はいらないのかな。サムゲタンも飲んだしね。
ごちそうさまでした。眠くなっちゃったね。いいよ、寝てて。昨日久々にウニをお迎えした時の動画を見返してみたんですよ。このチャンネルの1回目に投稿した動画と、それから2回目に投稿した動画なんですけども、なんというかね、懐かしいというか、こう、胸が熱くなりますよね。ここまでこう、大きな怪我とかね、病気とかしないで、健康に育ってくれて本当に感謝ですね。ありがとうね、ウニ。いやー、でももう2歳か、ウニもね。あっという間、あっという間なのかな。まあ、あっという間だったかな。いつもね、そばにいてくれて本当に支えてくれましたね。これからもできるだけね、ウニには長生きしてもらって支えてもらわないと。ウニを迎える前はね、ワンちゃん迎えたかったけども、すごく悩んで悩んで、それでウニと出会って迎えることに決めたんですけども、まさかね、こんなになんていうか素敵な毎日を送れるなんて思いませんでしたね。もう本当感謝感謝です。ウニ、改めてお誕生日おめでとう。これからもよろしくね。ずっと一緒にいようね。癒されるわ。好きすぎるぜ。ウニさん、ちょっと体勢がきつくなってきたよ。肘が痛くなってきたよ。よいよ、うい。